北米でよく食べられているタイプのパンケーキホットケーキとは小麦粉に卵やベーキングパウダー、砂糖、牛乳、水などを混ぜ、フライパンで両面を焼いた料理。形状としては塩梅系ないし低い円柱型をなすことが多い。英語圏では広くパンケーキと呼び、イギリス風では膨張剤を入れない薄めのクレープに近いものを指すが、アメリカ風では メープルシロップなどをかけた厚めのものを刺し、これをホットケーキなどと呼ぶ。パンケーキの名前はパンではなく、平鍋で簡単に焼いて作る製法に由来する。即製パン、防火食品の一種。ホットケーキという名称の由来については、諸説あり、ホットプレートで焼いていたことからパンケーキではなく、ホットケーキと言われる説や、日本でホットケーキミックスを発売した社長が、 温かいケーキだからホットケーキと名付けたことが始まりという説などがある。また日本国外ではお好み焼きもパンケーキの一種として認識されることがある。焼き色ですがを表したパンケーキアートの一例小麦粉に鶏卵、砂糖、牛乳、または水、ベーキングパウダーを加えた生地を用いるのが基本で日本では菓子のような甘めの配合が主流。塩や バターなどの油脂を加える例もある。ホットケーキ用に小麦粉、砂糖、膨張剤などが配合された商品ホットケーキミックス、パンケーキミックスが菓子メーカーや製粉会社から各種販売されている。基本的には卵と適量の水、または牛乳を入れ混ぜることで生地がすぐに出来上がる。このホットケーキミックスは添加する材料や分量、 調理手順を変更することで生地の配合が類似維持するドーナツ、クレープ、スポンジケーキなどの材料として流用することも可能である。生地にココア、チョコレート、果物や他の国風を混ぜて味や食感に変化をつけることもできる。バニラオイルを数滴加えることで香りが良くなる。ホットケーキを焼く際には生地の表面が先に焼けると内部に火が通りにくくなる。 生地をを流ししし込む前にに加熱したフライパンを濡れ布巾の上に置いて少し冷ますのがコツとされるまた、ホットプレートで焼く場合は、設定温度を180度にして焼けば綺麗にふんわり、焼ける。液状にした生地を模様のようにホットプレート状に流して、先に焼くなどして、焦げや焼き色の違いで絵を描く楽しみ方もある。焼き上げられたホットケーキは、 冷凍食品としても出回っている。バターマーガリンやメープルシロップ、キャラメルソース、蜂蜜、ホイップクリーム、チョコレートソースなどをかけて食べることが多い。多くの国や地域ではソーセージベーコン、マメルやスープとともに朝食とすることが多い。日本ではおやつとして供されることが多く、甘味喫茶などではアイスクリーム、チョコレートクリームや果物を乗せたメニューも、 一般的である。ファーストフードやファミリーレストランの朝食メニューとしても定着している。手軽に焼けるため、アウトドアでもおやつや主食として焼くことも多い。フライパンやホットプレートで焼く代わりに炊飯器でホットケーキを炊くという方法もある。生地を入れて炊飯スイッチを入れるだけで簡単に出来上がる。ただし、量が多すぎると火が通り切らず中が生焼けになる。 炊飯終了後に生地の中心に竹串などを刺し、串に生地が付着していれば生焼けになっている。もし生焼けになった際にはもう一度炊くと良い。焼き上がったものはホットケーキよりはスポンジケーキに近い感じに仕上がるため、そのままケーキにすることも可能である。粉と水、燃料、パンケーキを焼く金属性や石製の表面があれば簡単に作れるため、 その歴史は古代エジプトまで遡ると言われる。古代エジプトでは人々の健康と幸福を祈り、神への捧げ物として作られていた。英語圏では古くから油の火曜日にパンケーキを焼いて食べる習慣があるため、この日をパンケーキの火曜日と呼ぶ習慣がある。フランスとカナダの旧フランス領では種の芸説祭にクレープを焼き、ロシアでは 灰の水曜日の前のマースレニッツァにブリヌイを焼いて食べるなどヨーロッパでは早春の行事にパンケーキが関係していることが多いフィンランドではキリスト教の断食の前日によりパンケーキと豆のスープを木曜日に食べる習慣が一部にあるアメリカ英語の慣用句セーリングライクホットケークスは飛ぶように売れるの意味である日本においては明治30年代初頭に 雑誌で紹介されたのが最初と言われている。1914年に東京、上野にて現在と同様のホットケーキのようなドラ焼きが誕生したとされる。第二次世界大戦後しばらくは、ドラ焼きとホットケーキは混同されていたようであり、長谷川町子の漫画、サザエさんにいて、サザエがドラ焼きを焼くと言って、ホットケーキを焼いていたシーンが描写されている。 ガレットホットケーキ上の食品は世界中の様々な国で見られ、特に欧米に多い。地域によって材料や配合、作り方が異なることがあり、クレープやケーキ、プディングに近いもの、食事用の甘みが少ないものなどがある。特に独立した生地があるものを以下にあげる。アメリカ合衆国とカナダのパンケーキは卵、小麦粉、牛乳もしくはバターミルクを原料とし、 膨張剤として、ベーキングパウダーと重曹を加える。砂糖を少量入れることもある。これらを混ぜ合わせて作った生地を熱した鉄板などの上に流し込み、約1センチメートルの厚さにして焼く。膨張剤から発生した泡が生地の上面に上がってきたら、ひっくり返してもう片方の面も焼く。焼き上がったホットケーキの表面は明るい色をしており、メープルシロップ、バター、 ピーナッツバター、果物などを添え、朝食として食べられることが多い。生地自体にブルーベリー、イチゴ、チーズ、ベーコン、バナナ、チョコレートチップを加え、甘みや香りをつけることもある。さらにナツメグやシナモンのような香辛料、バニラオイルのような香料を入れるものがある。カナダでは、フランス語の会話で、単に、クレープというと、パンケーキを指す。アメリカ国内では主に、 パンケーキと呼ばれるが、ホットケーキ、クリドルケーキ、フラップジャックといった名称もある。シルバーダラーパンケーキといえば、直径約7センチメートルの小型のホットケーキのことで、ある。北米ではパンケーキを主力商品とする、チェーンレストランにアイホップがあるほか、デニーズなども、朝食メニューにパンケーキを置いている。アメリカバーモント州を発祥とする、バーモントパンケーキは、 小麦粉と一緒にオートミールもしくは蕎麦粉を加え、ベーキングパウダーを多めに入れて焼く。焼き色が濃くなることとそば粉の香りが強く出ることが特徴で、食感も小麦粉だけのパンケーキとは異なる。アメリカ合衆国には、また、ホーケーキやジョニーケーキというコーンミールのパンケーキがある。メキシコでは、パンケーキはパンケーキと呼ばれ、アメリカ合衆国のパンケーキと似ているが、 材料に小麦粉ではなくとうもろこしの粉を用い、パンケーキよりもホットケーキという呼び名の方が一般的である。レストランの朝食の定番メニューであり、路上の屋台やお祭りで一日中売られていることもある。パンケーキ1枚にコンデンスミルク、フルーツジャム、甘いヤギ乳のカヘタといった様々なソースをかけて食べる。イギリスのパンケーキは日本や北米と同じく材料に 卵、小麦粉、牛乳を使うが、牛乳が多いために、生地がより水っぽい。また、膨張剤を入れないので、フライパンなどで焼いても膨らまず、フランスのクレープに近い、薄いホットケーキになる。色は、薄い茶色で、泡の跡が、焦げ茶色に残る。砂糖をまぶしたりシロップをかけて、デザートとして供するほか、他の食物を巻いて、食事として食べることもある。 同じ生地で、ヨークシャープディングが作られる。ドイツのプファンクーヘンは、イギリスのものと同様である。ジャム入りドーナツを、プファイクーヘンと呼ぶ地域では、アイアークーヘンと呼ばれる。この他、クレープに似たパラチンケや、プリンゼンもある。オランダのベーコン入り、パンレクックオランダとフランドル地方のパンケーキは、パンレクックと呼ばれ、主に昼食や夕食に食べる。クレープよりも、 わずかに厚く、また直径30センチメートル以上にもなる大きさが特徴である。生地は卵がベースでリンゴ、チーズ、ハム、ベーコン、生姜の砂糖つけなどを入れて焼く。何も入れずに焼くこともあり、砂糖をまぶして食べる。パンネクックレストランでは様々な種類のパンネクックを提供しており、家族向けの店として人気がある。 他の地域のパンケーキと比べて変わっており、値段も手頃なことから、オランダ名物料理として国外からの観光客に人気がある。この他、オランダには丸い小型のポフフェルチェがある。ロシアのパンケーキは、ブリヌイと呼ばれ、伝統的に、四巡節前のマースレニッツァに、たなやキャビアを乗せて食べる。より薄いクレープ状のパンケーキは、ブリンチキと呼ばれる。 香港香港のドリアンパンケーキ中国の香港はイギリスの植民地であったためイギリス風の薄いパンケーキをホテルや茶山町などの飲食店で朝食などに供している近年はこれとは別に極薄に焼いたパンケーキを使ったデザートが広く食べられているハネムーンデザートというチェーン店は果肉と生クリームを包んだマンゴーパンケーキドリアンパンケーキを考案して 人気を呼び、現在は海外展開もしている。デザートプレイグランドという店は、戦争反撃というクレープと生クリーム、フルーツソース、果肉などを10から15層重ねたミルクレープで人気がある。マカオ、香港、関東省などで作られている。タンカンは甘めの薄いパンケーキに似た生地をじっくり焼いて、水分を飛ばし、焼き上がり後に、 円筒状に巻いた菓子である。台湾日本の一芸台湾では、ホットケーキをスモチと呼ぶ。ホットチョコレートとアイスクリームでつけて食べるのは普通のカフェ店の定番と言われる。韓国韓国では、伝統的な韓国風ホットケーキは、ホットクと呼ばれ、主に陶器、寒食系の屋台などで売られている、安価で庶民的な菓子料理である。一言で言えば、 中に甘いあんが入ったホットケーキのようである。また、アメリカ式のホットケーキは3つのホットケーキを重ねて、中身はイチゴ、生クリーム、蜂蜜を加えて、オレンジジュースと一つのセットという形に売れる。他のアジアの国マレーシア、シンガポール、タイ王国などで見られるローティーチャーナイは、焼き上がりの形状がイギリスのパンケーキに似ているが、甘くなく、焼く前に、 空中で生地を回して伸ばすなど、製法が異なり、何やチャパテに近い食品である。ありがとうございます。